おはようございます。子供のまーちゃんです。前回に続き、日本がやられない限りは、米軍は出てこないということが、まず分かりましたよね。どんどん読んでいくと面白いんですけど、協議してる間にめちゃくちゃやられるということですけどね。で、米国に対日防衛義務を定めておると。義務を定めているでは書いてませんよね、条約上は。だから解説っていうか解釈なんですね。これは日本人に対する解釈。官僚もな、ごまかそうとして大変だな、を強調しているわけですよ。両国が共同して日本防衛に当たると。まあロジックですよね。そういうふうに錯覚させるような言い方ですね。あとさ、これがまた面白いんだよな。面白い、これ本当に。この条約は国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務、または国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、意味わかります？聞いてて。国連ではその責任なんだ。佐藤首相がね、ノーベル平和賞だかん取ったら分かんない、あの人がね、沖縄返してもらうために、努力するだけっていう文言なんですね。で、ただ方針としてね、政府の方針として、アメリカのね、スパイとしてね、日本人スパイとして、暗躍しているという話があったりなかったりっていう感じなんですね。まあ終わっちゃう。